こんにちは。大和市民体育館前橋です。本日はバランスディスクを使った運動パート38をやっていきます。まずはバランスディスクの上に背中あたりで仰向けに乗っていきます。この状態で膝を立ててお尻を持ち上げます。この時に肩から腰、膝が一直線になるように注意しましょう。この状態で片足ずつ動かしていきます。片足ずつ戻していきましょう。足を前に出した時もお尻が落ちないように注意してください。皆さんもぜひ挑戦してみてください。